はい、ギター大好きミスターマタオね、ギターチャンネルです。今回もね、またよろしくお願いします。今回はね、真似するだけで上手くなるについてね、シェアしていきたいと思います。このチャンネルではね、ギター初心者の方に向けて、ギターがね、もっと上手くなりたいとかね、どんな練習をしていいかね、わからないとか、いつかね、ライブに出てみたいなんてね、そんな方々に向けてね、毎回じゃんじゃん配信してます。面白いななんてね、思ってくれたら、チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いします。ではね、早速いってみよう。シャコン。はい、ということでね、今回は真似するだけでね、上手くなるについてシェアしていきます。今回はね、オールドブルースのね、ラブ・イン・ベインっていうのがね、そんなに難しくないんで、これをね、やっていきたいと思います。まずね、こんな感じ。あるんで、それをね、分けてやっていきたいと思います。これをね、ちょっと解説していきまーす。まず、最初の。ここは。これ実はこの、この D7 のとこを、9フレットまで。この形のまま。9フレット。で、一つずつ落ちていく。で、ここが。ちょうどこう、A の部分で。これ余弦。余弦が下がっていく。小指の2弦3フレ
ハンマリング。ここまで。高音な感じ。ゆっくり。これがイントロ。次、歌の時に、A に、この A に、この A を、これを足す。で、語源はもともと A なんで、開放で、これ。語源を、これをここにこうずらすだけ。これだけ。これ割と簡単。これまた D。その時にここ。こんな感じ。ここは、3フレ6、違う。3弦6フレ、2弦5フレ。で、一つずらす。この時にも、この1弦も鳴ってもいいんで、これしながら、こんな感じ。このダウンの時もこんな感じ。ハンマリングで1フレ。こんな感じ。ここまで行くと、ここまで行くと、thank you.
もう違うのはここだけ。こんな感じ。で、最後もエンディングなんですけど、ここずっと一緒で。これを一個ずらすだけ。こんな感じで、最初からするとこんな感じ。でしたでしょうか。もしね、よかったらトライしてみてください。またね、次の動画でお会いしましょう。みそでした。パコ。